プロ野球の巨人、中日で活躍した小田康平氏が、現役当時にピンチの10。ハツから歯を食いしばりすぎて、奥歯がボロボロになったと明かした。5月29日に行われた横浜 DeNA 対楽天1回戦で、ABEMA TV の中継に解説。そして出演した小田氏は、横浜 DeNA 梶谷の握力が強いという話題に反応。僕も握力だけはすごいです。超、記事全文を読む。